ある山のふもとに文福和尚が守る古いお寺がありました。お寺には一匹のタヌキが遊びに来ます。ああよしよし、いい子だな。和尚さんはいつもタヌキに餌をあげてとても可愛がっていました。しかし、どこへ行ってしまったのか、いつの間にかタヌキは遊びに来なくなりました。ああ、寂しいの。大丈夫、きっとまたやってきますよ。和尚さんを小僧さんたちが励まします。ああそうかい、うん、そう信じるかの。それからしばらくたったある日、和尚さんは町へ出かけることになりました。用事を済ませた和尚さんが道具屋に立ち寄ってみると、そこには見事な茶釜が置いてありました。これは良いものじゃな。和尚さんが茶釜を手に取ると、買ってください、僕を買ってください。今の声はどこから聞こえたんじゃ。不思議に思いながらも、和尚さんは茶釜を買うことにしました。これはいいものを手に入れた。和尚さんはウキウキとお寺に戻りました。和尚さんが素敵な茶釜を買ってきたんだ。へえ、見てみたいな。茶釜が気になる小僧さんたちは和尚さんの部屋をそーっと覗き込みました。和尚さんは茶釜を前にしてこっくりこっくり居眠りしています。あれが噂の茶釜。ああ、なんと茶釜が動いているではありませんか。小僧さんは見間違いかと目をゴシゴシこすりました。するとニュー、茶釜から尻尾が出てきたのです。その声にびっくりし、和尚さんが目を覚まします。なんじゃお前たち大声で。茶釜から尻尾が。なに、なんじゃ、どこもおかしくないぞ。見ると茶釜は元通りになっています。修行が足らんから勘違いするんじゃ。怒られた小僧さんたちはシューンと肩を落としました。まったく、すっかり目が覚めてしまったの。さてさて、お茶でも飲むか。湯を沸かそうと茶釜を火鉢の上に乗せると、これは茶釜が火鉢の上で飛び上がりました。ニョキニョキっと頭が生え、ブルブルっと尻尾が飛び出し、ニュニュッと足が突き出します。茶釜のお化け。そこに小僧さんが駆けつけました。和尚さん、どうしましたか。和尚さんが茶釜を見ると、ただの茶釜に戻っていました。いや、見間違えただけかもしれん。でも気味悪いな。和尚さんが首をひねっていると、古道具屋さんの声が響いてきました。古道具屋でございます。これを持ってってもらおうかの。和尚さんは茶釜を手放してしまいました。こんなに素晴らしい茶釜が手に入るとは。古道具屋さんはホクホクと家に帰りました。あまり素晴らしい茶釜なので、古道具屋さんは手放すのが惜しくなってきました。そして、貧しい暮らしだが、これぐらい贅沢はいいだろうと、売り物にせず大切にすることにしました。夜になり、古道具屋さんが床に着くと、古道具屋さん、起きてください。誰だこんな夜中に。うぅ、タヌキの頭と尻尾をつけた茶釜が
話しかけてきたのです。怖がらないでください。僕は山のふもとに住んでいたタヌキです。タヌキ？はい、僕は和尚さんに可愛がられていました。いつも餌をもらってばかりで申し訳なくて、何かお返しがしたいと町に出たのですが、その途中で悪い人間に捕まりそうになり、慌てて茶釜に変身したのです。でも茶釜になったまま人間に捕まって、道具屋に売られてしまったのです。そこを和尚さんに買ってもらったのですが、茶釜の姿では水しかもらえなくて、お願いです、僕をここに置いてください。もうお腹がペコペコなんです。そうか、置いてやるのはいいが、しかしうちは貧しくてな、餌をあげられるかどうか。それならお任せください。茶釜たぬきはポーンとお腹を叩きました。僕が曲芸をやりますよ。愉快な茶釜の楽しい曲芸、ポンポクポン、ポンポクポン。ほう、それはいいな。朝になると古道具屋さんと茶釜たぬきは協力して店の前に舞台を作りました。さあ、右や左のお客様、世にも珍しい文読茶釜の曲芸だよ。古道具屋さんが呼び込みをすると人がたくさん集まってきました。舞台の上で茶釜たぬきが綱渡りをしてみせました。面白い曲芸は見たことない。噂が噂を呼んで舞台は連日大にぎわい。古道具屋さんと茶釜たぬきはあっという間にお金持ちになりました。茶釜よ、お前のおかげだよ。このお金はたぬきに戻って好きに使うといいよ。すると茶釜たぬきは困り顔でこう言いました。それがずっと茶釜でいたからたぬきに戻れなくなっちゃったんです。そら大変だ。古道具屋さんはうーんと考え込みました。そしてあるアイデアがひらめいたのです。古道具屋さんは和尚さんのもとへ茶釜たぬきを連れて行きました。そして今までのことを話しました。なんと茶釜があのタヌキじゃったとは。古道具屋さんはお金を差し出しました。どうぞ茶釜をお寺に置いてあげてください。このお金で餌の代わりにお供え物をしてあげてください。もちろんじゃ、お前があのタヌキだったとはな。気づいてやれなくて本当にごめんよ。お嬢さん、和尚さんは茶釜たぬきを優しく抱きしめました。茶釜たぬきは床の間に飾られ、毎日お供え物をしてもらい、ずっと大切にされたということです。